アーネスト・タウンゼンドは、イングランド・ダービー出身の肖像画家。タウンゼンドはダービー芸術大学、チェルシーのヘザー・リー美術学校、ロイヤル・アカデミーで学んだ。1915年に制作したウィンストン・チャーチル、海軍大臣の肖像画が、代表作として知られる。この絵は現在、ロンドンの英国自由クラブで展示されている。また彼はダービーにあるロールス・ロイスの飛行機エンジン工場の屋根を、 ドイツ軍の爆撃機から、ただの村に見える、よう偽装するデザインの作成に関わった。アーネスト・タウンゼンドは5人兄弟の末っ子として、ダービーのパーラメントストリートに生まれた。父のジェームズは、ホームズ・オブ・ダービーで、馬車職人をしていた。馬車製作は、タウンゼンド家で少なくとも3世代にわたって、続けられてきた職業だった。ジェームズの父・ウィリアムは1850年代後半に、 グロスタシャーのビットンからダービーに移り住んできた。アーネストは8歳まで姉が世話をした。彼はアビーストリートスクールで初等教育を受け、14歳の時にダービーのジェームズストリート23番通りにある建築会社ライトソープに見習いとして入った。ジュニアパートナーのトーマス・ハリソンソープはタウンゼンドの芸術的才能をすぐに見抜き、二人の間には 生涯にわたる友情が築かれた。タウンゼンドが早くから示した才能は本物であり、最終的に彼は建築会社を去って、ロンドンのヘザーリー美術学校で勉学に専念した。ついで、ロイヤルアカデミーの5年間の過程に進み、1907年1月まで、絵画学部に在籍した。彼の指導教員には、ジョン・シンガー・サージェントや、ローレンス・アルマタデマがいた。 彼の学友には、オーブリー・ビアズリー、アルフレッド・マニングス、オーガスタス・ジョン、ラウラ・ナイトがいた。口述の通り、タウンゼンドは1910年から1937年の間に15点の絵画をアカデミーに出展した。当時彼は貧乏学生だったため、兄のウィリアム・ポールソン・タウンゼンドと同居していた。ウィルソンは後、王立裁縫学校のデザインマスターとなっており、 様々な芸術出版物の著作編集を手掛けた。アーネストはそれらの雑誌類、特にアートワーカー、エスクオータリーのデザイナーとして働き、収入を補った。1904年に彼は、肖像画でロイヤルアカデミーのランシア奨学金を得、1905年には、ウィローズウィーズでアカデミーのクレジック賞を得た。この絵は、彼の死後、家族によって、 ダービー美術館へ寄贈された。1907年、彼は、ロンドンを離れた。パリとオランダにしばし泊まった後ダービーに戻り、コックスベンチの近くに住みながら、フルストリートにアトリエを構えた。1912年、友人のアルフレッド・マニングス、ラウラ・ナイトと同じく、ストックホルムオリンピックの美術コンクールにおいて、イギリス代表として、絵画を出品した。25歳の時、 以前通った美術学校の元校長 T.C. シモンズの肖像画制作を引き受けた。この絵は後、ロイヤルアカデミーの1910年夏の展覧会に入選した。その成功によって、図書館博物館、美術館の理事、ウィリアム・クラウザーが1911年に引退した時、その肖像画制作を主から依頼されたとも考えられる。 その後も、タウンゼンドの生涯を通じ、市から公式の依頼が多く寄せられた。歴代市長の肖像画は、現在、市議会の会議場で見ることができる。タウンゼンドが1915年に描いた、ウィンストン・チャーチル海軍大臣の肖像画は、タウンゼンドの名を伏せて制作された。現在この絵は、ロンドンの英国自由クラブに展示されているが、1944年までは、お蔵入りになっていた。 チャーチルが1915年に初めてその絵を手にした時、彼はもはやクラブでの性暴を失っていたからである。肖像画は一旦しまい込まれた。しかし1944年に彼が牽制を得ると、彼は遅ればせながら絵を引っ張り出させ、ようやくこの絵は日の目を見ることになった。アカデミースクールに芸術家のエリートグループがあったように、ダービーにも小規模ながら、 同様のグループがあった。すなわち、1901年から1910年頃のダービーには、地元芸術家たちによる地元グループがあった。具体的には、アルフレッドジョン・キーン、S.H. パーキン、フランク・グレズリーが挙げられる。彼ら、およびあまり知られてはいないが、同じく力量を持った画家たちは、ダービー・スケッチング・クラブを通じて交流し、タウンゼンドも、 その活動にすぐ引きつけられた。彼は修正、クラブの会員となり、また、そこを介して知り合ったアルフレッド・グディをパトロンとした。タウンゼンドが、ピーター・ギャンベルとその息子パーシーと知り合ったのも、ダービースケッチングクラブだった。ピーターは、ベンドーズ・カンパニーで、商業デザイナーとして、働くためストックトン・ウォンティーズから移り住んできたのだが、後に、フリーランスとなった。彼は、 ミッドランド鉄道に関わる作品を多く残している。キャンベル親子との交友の結果、タウンゼンドはダービーのハブロックロードにあるキャンベル家に入り浸るようになった。三人は絵画だけでなくアマチュア音楽でも意気投合した。その場合、ピーターの娘でピアノの達人でもあるドリスが加わり、父がバイオリン、タウンゼンドがバリトンを受け持った。ドリスは ダービースケッチングクラブの会員でもあった。1912年12月30日、クラパムの聖ジェームズ協会で、タウンゼンドとドリスは結婚した。タウンゼンドが1944年に没死したとき、働きすぎが原因ではないかという者も,もいた。彼は戦争中、ダービーにあるロールスロイスの飛行機エンジン工場の 偽装に使うデザイン制作で多忙だった。それらの工場はスピットファイアやホーカーハリケーンに搭載するマーリンエンジンを生産していた。タウンゼンドはその技術によって上空からは工場が単なる村にしか見えないよう仕立て上げた。ダービー博物館、美術館1944年、ダービー美術館は彼に敬意を表し、その記念展示を行った。美術館は彼の作品を 現在も多数コレクションしているが、常設展示はしていない。タウンゼンドは1944年に没したため、彼の作品は、その本国では2014年までパブリックドメインとならず、その利用には著作権者の許可が必要である。ダービーには、彼の作品の複製を多数、常時掲げた立ち飲みパブがある。アーネスト・タウンゼンドは1910年から1937年の、 間、ロイヤルアカデミーに出展した。ありがとうございます。